どこかおかおしい現代医療。ここで現代日本の医療事情について少し触れておきましょう。図1の左側のグラフは1日あたり日本全国の病院で治療を受けた人の数を比較したものです。1975年と2005年を比較しています。この30年間でおよそ患者は1.4倍に増えています。 右側のグラフは1975年と2006年において現役の医師数を表しています。お医者さんの数は31年間でおよそ倍に増えていることがわかります。この2つのグラフから考えられる理由について考えます。1病人が増えたから医師も増えた。2医師が増えたから病人が増えた。 3医師も増えたが病人も増えた仮に1が理由だとすると病人が増えることを予想して医師も増やしたことになる2の場合医師が病人を増やしたというあってはならない不道徳な話です3の場合は医師が増えることで病人が減ることはないというお粗末な結果になってしまいますいずれにしても治す技術よりも 病気のの勢いい方が強いと言えます図2はがん死亡者数と国民医療費の伸びを比較したものです。左側の図は1975年と2008年それぞれ1年間にがんでお亡くなりになった人の数です。1975年のがん死亡者が13万6000人。それが 33年後の2008年には34万3000人もいます。右側のグラフは、1年間にかかった国民医療費の1975年と2008年の比較です。1975年が6兆4000億円、2008年が34兆1000億円です。この30年余りに、国民医療費は5.6倍に膨らみ、 がんで亡くなる人は2 5倍に増えています。で亡くなる人が増えると国民医療費はその倍も増えるという見方ができますもちろんがんの多発するたけし高齢者が増えているのも事実ですしかし乳がんや肺がんなど若年でも罹患する人が増える現状からは年だからがんになるとも言い難い面もあります厚生労働省は 2025年には国民医療費が65兆円に達する見込みといいます。具体的に見ますと今よりも5割以上の方ががんを患い病院に通う人、介護を受ける高齢者は2倍になると予測されるのです。もうすぐ3人で1人の高齢者を支える時代を迎えます。すなわち どこの家庭も病人が絶えないそんな状況ではないかと思います病気治療や健康に対する求め方の何かが間違っているのではないか科学を道具とする以上に依存してしまったその結果命の問いかけ方を見失いコントロール不能になりつつあるそのような状態かもしれません科学の科は分けるだから 科学は分けて考える。体をバラバラにして詳細に写し取れば解明できる。ですしかし小宇宙と言われる私たちの体は分けられるものと分けられないものつながることで役割を果たすもの形や重さで比べられないものがあります。化学の船に乗れたところまでは良いのですが乗船券と引き換えに。 命の自衛策まで他人とお金に委ねてしまってはいけません。